はい、お疲れ様です。ゴーレムです。今日もですね、聖剣伝説レジェンドマナーの、実況の続きやりたいと思います。ロードゲーム。こないだね、結構まあ感動した回やったんですけど、今日はちょっと先に進めるために、なんていうんですかね、サブの作業みたいな、そういうのをやっていこうかなと思ってます。で、まあいつものごとくマイホームに帰りまして、まあ、サボテン語に話しかけるっていういつもの儀式しましょうか。はい。語りかけると。泣けた。俺も。うん。いや、あれはほんまにちょっと来たね。うん。久しぶりにゲームでグッと来たな。まあ、さすがに泣きまではせんかったけど。うん。で、今日なんですけど、今日もちょっと、二人ちょっと、ごめんなさい、留守番で。ですね。まあちょっと外出まして、ちょっとまず確認したいことがあるんですね。はい。まあそれは何かというと、アーティファクトの個数をちょっとね、数えたいな思ってまして。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。おそらくね、あと1個ね、アーティファクトがいるんですね。それで多分最後のダンジョンとかいけるんで、あと1個だけちょっとアーティファクト出したいと思います。ということで、断崖の街ガトに向かいます。はい。ガトね、ガトもそうやね。ほんまは何回も行かなあかんねんな、多分。あんま覚えてないですけどね。よっしゃ。これなんかおったもんな、今。スッて入っていったもんね。あの人が多分今回のキーマンかなと思います。で、まあ寺院の方行くじゃないですか。で、まあ寺院来ましたと。で、入りますやん。ね。うん。そしたら、なんかどこなん、おるんかな。なんか廊下のとこに、この人、この人。2話ぐらい出てきた、僕は中二病とかって いじった人ですね。ダナヤやったかな。まあいいや。はい。エスカレット男知ってる。長屋で行方知れずだったけど、マチルダの幼馴染だ。マチルダさんはちょっとわかんないんですけど、エスカレさんは江口洋介みたいな人ですよね。ジャングルいましたよ。今、この中に入っていった。え、そうなの。他の人は通すなって言われてんだけど、構いやしないわ。いいん。ご自由にどうぞ。じゃあ行きますね。怖っ。二つの炎、始まった。これなんですよ。今回やりたいの。二つの炎ね。おう。江口さんじゃないですか。久しぶり。おう。何やこれ。マチルダ。俺が奈落に落ちた日から10年しか経ってないはず。その経った10年でなぜお前はそんな年老いたの。失礼やろ。めっちゃおばあちゃんやん。エスカで生きていたんですね。大切な友達を二人同時に失ったあの時からまだ10年しか経っていないのですね。あなたとそして、アーウィンのことか。悪魔を気遣うのはやめろ。奴は己の野望のため君から精霊力を奪ったんだ。君が10年でそんなにも老いたのも悪魔のせいじゃないのか。アーウィンを責めないで。私は少しも不幸になんかなってはいません。誰だ？俺やで、久しぶり。立ち聞きとは恐れ入るな。自重は飲み込めたかい。 飲み込めた、大体ね。それでよかったな。だったらもう、さっさと帰れ。あなたももういいでしょう。帰ってちょうだい。俺は奈落で七賢人の一人、オールボン。間抜けな名前な。から剣を学んだ。剣を学んだというか、悪魔を倒すのは賢人の石だ。エスカで。私二人が生きていると知ってとても嬉しいの。それだけでいいじゃない。いいじゃない。だってどうしようもないでしょ、もうこれ。忠告しておく。油断するな。何がいい。ああ、ほんで？アーウィンのこと聞く？まあ、聞こうか、一応。アーウィンとエスカで、私とマチルダ。4人は幼なじみだったわ。マチルダは司祭の家に、エスカデは騎士の家に生まれて、両家は王家を支える両輪だったわ。私の家は代々、僧兵。この寺院を体を張って守ってきたの。あなた僧兵やったんですか？
アーウィンは悪魔の血を引いていた。生まれや育ちについてはよくわからない。でもこの世界、悪魔だとか妖精だとかそんなことにこだわる人なんていない。まあね、いろんな人いますからね。マチルダだってエスカデとも、アーウィンとも同じように接したの。エスカデはそれに嫉妬したの。アーウィンを鉱山に追い込んで奈落越急走車、めっちゃ悪いやつや。妖精殺しまくっとったしな。結果的にエスカデが奈落越しちゃって。自業自得や。エスカレはアーウィンが災いを起こすなんて言って回ってるけど、種をまいたの彼よ。あいつまあ結構なんか邪悪な感あるもんな。ちょっと喋ろうよ。あのこの人喋れないのかな。あ、もういいです。はい、聞かないです。そうこれでいいんかな。お、なんか始まってる。これ妖精にボコボコされた人ちゃん。グフ。俺ももう一回中入ろう。断崖の町、我らが王のために。何何何、待って、奪われてますやん。職人さんどうします。油断した。あいつは修道士じゃない、偽物だ。すまない、少し力を貸して。いいよ。いや、どうする、どうします。ここから先あんま見てないですね。マチルダ様がさらわれた出口を固めて。みんな行きましょうか。出口ってどこやった？こっちやな。出口は固められてんのかな？で、出たらいいんか？お、なんか始まってる。アーウィンの手のものだな。一体どうするつもりだ？俺はアーウィン様のおぼしめす通りにことをお運びするだけさ。ケケケ。悪魔や。あ、逃げ合ってるルールのやつ。この世紀からこんな魔法で抜けられるもんさ。必ず見つけ出してみせる。さあ、どうします？マチルダ姉さん。多分、これな、ほんま一個だけ言ったら、もうコントロールの操作性がものすごいなんかよくわからん時がある。まあ、魔法学園の入り口とか、魔法学園じゃ、魔法都市ジオン。あ、これほんまなんかもう滑るから。俺やってんのに、なんかもう何周も何周もしてまうから。やりがちやと思った。あ、ワールドマップは戻れ。もうそういうボケはいいや。どうする、ダンジョン行く、ダンジョン行きます。ダンジョンって何。あ、ここね、やっぱりね。いざこざが終わったらさっさと立ち去ればいい。ここで合ってんのかな。そもそもあいつかどった、見失った。くまなく探したつもりだが、ここは広すぎる。どっかに潜んでやり過ごす気なのかもしれんな。もう一つ、古い時代に高僧が瞑想のために使った部屋があるけど、そこは封印されてる。もしかしたらそこに隠されてるのかしら。封印、それはどうやって開けるんだ。友人には開けてもらえるよう手配はできてるわ。ここの警備も万全と限らず、すでに抜け出したかもしれんが、もう少し探してみる。封印の部屋まで案内してもいいけど、どうする、案内してもらおうか。封印の部屋の前の階段のとこまでね。ここなんか行ったよな、これさ、多分。ここやんな。ケケケ、やっぱおったよ。誘い出されたとも知らずにのこのこ現れたな。誘い出したですって、ふざけてられるのも今のうちだけよ。マチルダさん、ご無事ですか。おばあちゃんやからな、こちらへ。そうだ、マチルダさんも、あ、マチルダを傷つけるわけにいかん。連れて出るがいい。アトラクションはそれからだ。はあ、あ、まず俺らのことやるってこと。ケケケ、マチルダをアーウィン様の元へ連れて行くのはお前たちを始末してから。ほう。お前やったろか、お前。せいぜい楽しもうじゃないか、ケケケ。女性力やわ、お前。え？やったんぞ、お前。ボスか？あ、ボスやな、これ絶対。おーおーおお、結構強そうやな。まあ、そうでもなさそうか。まあ、その雑魚頼むわ。あ、なんかやばいことになってる。なんとかなった。
あ、来た、やばいやばいやばい。危な、完全に危なかったよ。はぁ、あ、やば。なんかあいつがやられてんのかなと思ったら、俺もこっちやってました。まあでも勝ちましたんで。夢見の間、エスカで聞いて。マチルダ、私が言うわ。あなたは静かにして、お願い。ほう。いえ、私が言うわ。ねえ、エスカで。私、司祭になんてなりたくなかった。自由でいたかったの。アーインは私を規律づくめの生活から解放したかっただけなの。はい。そうですか。いつまでも悪魔に心を奪われているんじゃない。目を覚ませ。アーウィンが君から奪った力、どんな風に使うのか想像したことがあるのか。もう出て行って、マチルダはもう少し眠らないと。自分の体のことを少しは分かってちょうだい。君は昔から俺の話には耳を貸さなかった。だけど悪魔に力を与えるわけにはいかない。なるほどな。はい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 。静寂だけが私を愛してくれる。バカなこと言わないで。死を覚悟して、おお、これこれ、これ欲しかったんですよ。アーティファクト、石の目玉をしとくと。こっちのね、エスカレ編もちょっと気にはなるんですけどね。とりあえず、まあ目的が石の目玉を手に入れることやったんで。で、これも早速ちょっと置きますね、今回は。どこかな、下の余ってるとこ置こうか。こんなとこでいいんじゃないですかね。はい。うわ、まがまがし。何これ。何これ。あ、キルマコ。ついでなんで、ここちょっと一回行ってみましょうか。なんでかっていうと、まぁ、ちょっとこれも今パッと思い出したんですけど、ボンボヤジ出てきたの覚えてます皆さん。あれで、なんか、ゴーレム君がどうのこうのみたいな、パブロフって名前つけたやつが、追って、で、占いしたら湖のそばおるって言ってたから、もう時間ちょっと尺まだ、全然あれなんで、ちょっと、あれしましょうか。進めてもいいかなと思います。先発対グレなんでも遅い。まさか妖精ごときに全滅させられたら。あ、これでもめんどくさいな、多分。あ、でもゴールもおるやん。怪しいやつ、合言葉言え。妖精の話は妖精やろ、どうせ。よし。お頭、新しい仲間が到着しました。なんか始まった。仲間じゃねえよ、見てわかるだろう。しかし合言葉が。仲間し、行くぞ。妖精どもに見つかったら厄介だ。うん。そうじゃないねんな。俺このゴーレム用じゃんねんな。とりあえず。石の魚なんか始まった。石の魚とりあえず置いときますわ。ゴーレム喋っていいですか。ふふふふふふ。うん。何？お、こっち行った。石の魚って何やろ。うわ、ちょっとめんどくさくなってる。俺はボンボヤ人の元を離れ、ここで独自の研究をしている。ゴーレム軍団を作って愚かな生き物どもを抹殺するために。怖っ。なんこいつ。で、やれと。お、強い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 。よっしゃ、ネビラス操作でキャンセルした。おっしゃ、ほら、お前、舐めんなよ、マジで。来た、これ。はい、毎度。はい。ん。で、ボンボヤジの研究室行って、世界を征服しようなんて100年早いんじゃ、と。お、怖っ。顔ぐるぐる回ってるよ。何、こいつ。はい。改造したるわーって。うん。はい。これで、まあ、ずいぶん前に保留してたボンバヤジの研究室が終わりましたと。まあ、これほんのおまけやったんですけどね。はい。で、石の魚始まってるんですけど、僕の当初の目的は、こう、アーティファクトを18個にするっていうのが目的やったんで、今回はちょっとね、石の魚保留にしておきます。またちょっと余裕があって、おまけとかで、まあ、見せてもいいのかなと思うんですけど。で、なんでドミナの街行ってんっていうことなんですけど、
ちょっと説明しますね。この後、おそらくアーティファクト18個なったんで、ラストにつながるイベントがね、発生するんですよ。なので、その前にセーブをしておきたくて、いつも家でセーブするじゃないですか。で、始まったらもうつなげてやらなダメなんで、ちょっと全然違うところでセーブさせてください。はい。じゃあここで、このダルシム君のところでセーブしておきます。最後の方ですね。はい。で、まあ。はい。今回なんですけど、こんな感じで、一応進めていって、次回はちょっとマイホームに帰って、で、そこから、ちょっとね、イベントを進めていきたいと思ってます。それではどうも皆さんご視聴いただきありがとうございました。次回またどうぞよろしくお願いします。はい。